ジョアキーノ・ロッシーニ、ジョアキーノ・アントーニオロッシーニ、キヨアチのアントニオロッシーニ、1792年2月29日から1868年11月13日は、イタリアの作曲家。多数のオペラを作曲し、セビリアのリハチシ、ジェネレントラなどは、現在もオペラの定番である。また、タンクレーリ、セミラーミデなどのオペラセリアも作曲した。フランスに移ってからは、 グランドオペラ、ウィリアムテルを書く、美食家としても知られる。セビリアの理髪師や、ウィリアムテルなどのオペラ作曲家として最もよく知られているが、宗教曲や室内楽曲なども手掛けている。彼の作品は、当時の大衆やショパンなど同時代の音楽家に非常に人気があった。ジョアッキーのキオアッチノと綴られることが多かったが、 出生届などからギオアチノであることが判明したため、ペーザロのロッシーニ財団の要請で、ジョアキーのギオアチノと綴るようになってきており、ここ数年のイタリアでの講演や録音、映像収録ではギオアチノ綴りで行われているが、イタリア国外ではまださほど徹底されていない。生涯に39のオペラを作曲、イタリアオペラの作曲家の中で、最も人気のある作曲家だった。 ただし、実質の作曲活動期間は20年間に満たない。絶頂期には、1年間に3から4曲のペースで、大作を仕上げていた。彼の作品は、セビラの理髪師、アルジェのイタリア女のように、オペラブッファが中心だと思われがちだが、実際オペラ作曲家としてのキャリアの後半期はもっぱら、オペラセリアの分野で傑作を生み出している。しかし、 悲劇を好むイタリアのオペラ作家としては、喜劇やハッピーエンド作品の比率が高いで、異色の存在ではある。作風も迷路を快活で、特に浮き立つようなクレッシェンドを好んで多様。これは、ロッシーニクレッシェンドと呼ばれて、一種のトレードマーク化している。人生の半ばに相当する37歳の時に、大作、ウィリアムテルを作曲した後は、オペラ作曲はせず、 サロン風の歌曲やピアノ曲、宗教作品を中心に作曲を行った。ロッシーニはイタリアのアドリア海に面したペイザロで音楽一家に生まれた。父親ジュゼッペ、ギュセッペは食肉工場の検査官をしながらトランペット奏者をしていた。また母親アンナ、アンナはパン屋の娘で歌手であった。両親は彼に早くから音楽教育を施し、 6歳の時には、父親の楽団でトライアングルを演奏したと言われている。父親はフランスに好意を抱いており、ナポレオンが軍を率いて、イタリア北部に到達したことを喜んでいた。しかし、これが元になり、1796年になって、オーストリアに政権が復帰すると、父親は投獄されてしまった。母親はロッシーニをボローニャに連れて行き、生活のために、 ロマニアの政治家の多くの劇場で歌手として働き、後に父親と再会した。この間ロッシーにはしばし祖母のもとに送られ、手に負えない子供と言われていた。容姿はやや太り気味だが、天使のような姿と言われ、かなりのハンサムだったので、多くの女性と浮き名を流した。ロッシーには重大代終わりの頃からオペラ作曲家としての活動を始めた。1813年。 20歳から21歳にかけての作品、タンクレーディとアルジェのイタリア女でオペラ作曲家としての評判を各市、1816年、24歳の作品、セビリアの理髪誌でヨーロッパ中にその名声をとどろかせた。1816年以降、ウィーンではロッシーに人気の高まりによってイタリアオペラ派とドイツオペラ派の対立が巻き起こったが、 イタリア派の勝利に終わった。1822年、ロッシーニは、ゼルミーラ上演のために、ウィーンを訪れ、熱烈な歓迎を受けた。この時訪問を受けたベートーベンは、セビリアの理髪詩を絶賛し、あなたは、オペラブッファ以外のものを書いてはいけませんと述べたという。ベートーベンは、ロッシーニの才能を認めていたが、大衆が自分の音楽の芸術性を評価せず、 ロッシーニの曲にに浮かれてていいるる。ことに愚痴を漏らし1823年、ロッシーニはパリを訪問し、やはり議論を巻き起こしながらも大歓迎を受けた。この訪問と同じ頃に出版されたロッシーニ伝において、スタンダールはナポレオンは死んだが別の男が現れたと絶賛している。1825年、 フランス国王シャルル10世の即位に際して、記念オペラカンタータ、ランスへの旅を、作曲、国王に検定し、フランス国王の第一作曲家の称号と、終身年金を得る。37歳で、ギオムテル、ウィリアムテル発表後、オペラ界から引退を表明。以後は、スターバトマーテルなどの宗教曲や商品のみを、作曲し、年金生活に入る。 1830年の7月革命に際しても、新政府と交渉し、全国王政府から給付された年金を確保することに成功した。一方、彼は若い頃から料理が、食べることも作ることも大好きで、オペラ界からの引退を表明した後の余生はもっぱら、料理の創作や高級レストランの経営に、費やしていた。フランス料理によくある、のロッシーニ風、ヒレステーキに、 フォアグラとトリュフのソテーを添えたトゥールヌドロッシーニなどとは彼の名前から取られた料理の名前である。彼はあまりにも料理が好きだったためか料理の名前を付けたピアノ曲も作っている。晩年には臨病、葬物病、慢性器官支援などに悩まされ、ついには1868年に直腸癌になり手術を受けたが、それによる単独に感染して生涯を閉じた。 ロッシーニは従来は、教会の儀式などでしか聴くことができなかった、宗教音楽を一般のコンサートのレパートリーとして演奏するように、尽力した人物である。ロッシーニのこの分野での傑作である、スターバト・マーテルも、実は、一般のコンサートを念頭に置いて作曲されたもので、ある。パリで貧困生活にあえいでいたバーグナーが、ロッシーニのような作曲家になることを目標にしていた。 ことはよく知られている。また、ウィリアム・テルを見たベルリオーズは、テルの第一幕と第三幕はロッシーニが作った。第二幕は神が作ったと絶賛している。当時から見ても、才能はあるが怠け者の作曲家だったらしく、セビリアのリハチ氏の作曲をわずか3週間で完成させ、ベッディーニはロッシーニならそれくらいやってのけるだろう。と述べている。ロッシーニは、 同時代の他作曲家の例に漏れず現在の著作権、創作概念から見れば考え難い行動をとっており、同じ旋律を使い回すのは、朝飯前で、セビリアの理髪誌助曲は、パルミーラのアウレリアの、イングランドの女王エリザベットの助曲を、丸ごと再々利用している。また、ランスへの旅でも、最終カンタータの場面は、諸国国家の丸写しである。さらに、ベートーベンの 第八公共曲の主題を表説し、また機械オペラ、国王即位記念に数度演奏されたに過ぎなかった、ランスへの旅を、細部を手直ししただけで、コミックオペラ、オリー伯爵に作り変えている。ロッシーには、死後たちまち忘れられた、作曲家となってしまい、セビリアの理髪師、チェネレントラ、シンデレラ、ウィリアムテルの助曲の作曲家としてその名を留めるだけの気が長く、続いた。 特に上演や全曲録音はもっぱら、セビリアの理髪氏に集中したため、オペラ作家としては一発屋に近いイメージで捉えられがちだった。しかも、セビリアの理髪氏は、76歳まで生きた彼の24歳の作品である。しかし、ペイザロのロッシーニ財団が1960年代終わりから出版を開始した。現在も出版が続けられている。 クリティカルエディションによるロッシー全集の出版などをきっかけに1970年代になるとロッシーニのオペラが再評価されるようになった。リコルギ社から肯定版楽譜が次々と出版されるようになり、それと並行してクラウディオ・アバドがベルリンで男性の旅を約150年ぶりに再上演し、以後ヨーロッパにおいてアバドなどの音楽家を中心にロッシーニオペラが 精力的に紹介されるようになり、1980年代以降その他の作品も見直され、上演される機会が増えた。また、クリティカルエディションの観光により、長年受け継がれてきた伝統的な歌唱法や、旧版に記されていた間違いなども改めて見直され、より、ロッシーニの楽譜に忠実な演奏が試みられるようになった。この再評価の動きを、ロッシーニルネッサンスという、 現在では、ランスへの旅、タンクレディ、古城の美人をはじめ、ロッシーニの主要オペラが、ほぼ再演されるようになっている。のみならず、かなりマイナーな作品の疎遠も延々と続いており、作品数が多いだけに、その活況は、プッチーニ・アベルディに迫らんばかりの勢いを呈している。ペーザロのロッシーニオペラフェスティバルにおける疎遠、ロッシーニ研究家で指揮者のアルベルト・ゼッタの功績も、大きい。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。